うこっちゃ。そんな、近藤さん、間に合わなかったってのか。ミブロメ、とうとうやりよった。無茶苦茶にも程があるわ。町に火つけて回るなんて狂気の沙汰や。あいつら一体何のつもりやねん。おい、今の話本当なのか。何ですかお侍は。これがミブロ新選組の仕業だってのか。ああ、せや、あの浅葱色の連中が方々で火つけて回っとる。うちもこいつもみんな見とるんや。くそ、ちょっとはじめちゃんどこ行くんや。おったんか。いや、だが置き手紙があった。もう避難しているらしい。ほなら、まあ一安心ちゅうとこか。したら、やることは一つやな。ああ、近藤を探そう。しかし、えらいことになっとるの。どこ行く気や。京都見回り組の佐々木班で、こんなに何の用や。何の用かやと。決まっとるやろ。お前ら新選組が火つけて回っとることは分かっとるんじゃ。何が目的か知らんけど、この落とし前はきっちりつけてもらうぞ。聞く耳なしやな。ま、わしもちょこっと暴れたい気分。くそ、やったな。本気で行くで。Yeah!
また来るんかい。こんな暇あったら火消せんかい。逃がすか。くそ、キリがねえな。しゃあない。ここはわしが引き受けたるから、はじめちゃんは勇を探すんや。ええな。わかった。頼んだぞ。任しとき。さあ、わしが相手したるから、かかってこいや。